さんこんばんは。今日も頑張って動画を上げていこうと思います。今回は練習場でできる傾斜の打ち方編というお話をしていこうと思います。使用する練習器具はこちらのバランスディスクです。今回紹介するのは左足下がりの打ち方という部分ですね。では皆さんやっていきましょう。よろしくお願いします。ディスクを右足の下にセットします。そうすると自然と左足に体重がかかってきますね。はい、これでまず左足下がりの傾斜で打つ姿勢ができました。でここで大事になってくるのが素振りをした時に地面どの辺を擦っていくかっていうのが重要なポイントになります。まずこれ、普通にフルスイングができない傾斜になってますのでハーフスイングか3クォーターくらいの振り幅になってきます。この状態で素振りをして地面に擦った位置、この位置がスイングの最低点になりますので、この位置にボールをセットして打とうと思います。私の場合、普段左足の外側の延長線上なんですが、それよりもボール2つ中に右に行きました。その位置に置いて打っていきます。はい、でこの時注意したいのは左足下がりはわりかし右に曲がりやすい傾斜になっています。なので目標よりもちょっと左を向いてあげること、そしてスライスが出ることを前提にして打っていってください。フォロースルーもなるだけいつもより気持ちなるようなイメージを持つといいと思います。はい、でその状態で打っていっていただければわりかし左足下がりの傾斜の打ち方というのが終わってくると思います。皆さん簡単ですのでぜひ練習場でやってみてください。またバランスディスクをお持ちでない方は、アドレスをした後に右足をちょっとこのようにつま先立ちにして後ろに下げてあげる、そうするだけで左足下がりの傾斜を、演出することができますので、そういった練習方法をするのもあります。